小泉奈美チャンネル。はい、皆さんこんにちは。バイオリニストの小泉奈美です。バイオリニストがバイオリン作ってみた、今日は第8回目です。8回目はですね、もう見てください。もうツルピカリーン、もう自分の顔がね、鏡みたいに映っちゃっていますもうこんな状態になりました。で、セットアップを今日はしていきたいと思います。セットアップは、2回に分けていきたいと思います。1回目の今日はですね、まずこのネジ、この弦を緩めたり張ったりして音程、調弦を変えるペグをつけます。これはね、いつもやってるからできますけど、次にコマを削ってコマを楽器に立てる場所を決めるということをやっていきます。コマってこんな状態から削っていくなんてどうやってやるんでしょうね。ということをやっていきたいと思います。はい、ではまずですね、このペグを装着していきます。ペグは4つあるんですけど、これですね、いつも弦を張り替える時にこうやってやってるから、あ、じゃあ取り付けるだけだと思ったんですけど、これ最初は今ニスとかいろんなもの塗ったので、ちょっと入り口の穴が狭くなっちゃっていて、それをこのままこう刺すと全然いかないんですよ。これじゃ何のネジの役にも立たずで、それをこういうものを、ドリルを、リーマーというものを使ってこうグリグリとやって、こっち側の穴も向こう側の穴も開くようにして、このペグがちょうどはまるような感じにしていきたいと思います。あ、通ったどうだろう、これをこのペグの石鹸をここにつけながら回転をよくさせていきたいと思います。こんな感じ。なかなか反対側の穴に到達しないもんですね。ちょっと優しくやろう。これ穴が開きすぎちゃったらもう取り返しがつかないから、ペグと同じ方向にこの回す方向も変えるそうです。あ、こっちはこの合わせもこっち、こっちはこっちっていう向きを変えるそうです。意外とこっちの反対側の向こう側の穴が開きづらいです。結構やっちゃってもいいのかなと思うけどダメなの。お、だけどまだ全然ちょっと楽しいんですよこれ先生ね、もう涙出そうおお、到達はしました。これでいい感じだそうです。この要領でK線の次はA 線ですね。 A 線やっていきたいと思います。その順番でいいですか？はい、だんだん上に上がる感じでいいですか？あ、だんだん上で、はい。まずこのままだとどうなるか。はい、入りませんね。はい、あ、違う、これ A 線だった。まあ、A 線ですねそれは入んないね。この穴もこれの棒の太さも一個一個違うんです。これ入んない、絶対入んない。あ、こうつけないと。あとちょっとですね、まだまだ到達しません。行かない。ちょっとこれはこれがパキンってなったら怖い。ここに穴をこうやって開けることがあるなんて知らなかったな。お、ぴったりです。できました。冷戦いきます。なんで冷戦、まずどんな感じかちょっと入るけど真ん中まで入りますね。やってみましょう。ちょっとね、あれの気持ちですよ。黒ひげ危機一髪ですね黒ひげ危機一髪の気持ちです、これはスポーンってねこれが飛んでっちゃってみたいな誰も笑ってない。お、もう慣れたもんですね。もうこれはいいんじゃないですか。だいぶ、まあまあ、もうちょっと、あとひとひねり、はい、このくらいですね。はい、ぴったりですね。仕事が早い。安全です。一番大事、安全。全然入りません。もうちょっと。なんかこのペグボックスの中、あ、ぴったりできましたー。全部つきました。いい感じです。ペグがついたので次はコマです。コマは今ですね、コマのだいたいこの辺の位置っていうところにサンドペーパーをテープでね貼り付けてます。で、コマをこういう機械に挟んで、でこうやって削るんです。大根おろしみたいで、ここがねまだこっちも厚みがあるんです。ここが、この下の部分、この足の部分がまだ厚みがあって、これを平らなところでやると平らに削れてっちゃうんですけど、ここでやるとちょうどいい、このバイオリンのこういう膨らみに合ってできるそうです。やっていきたいと思います。これでやっていいんですよね。はい、こういう感じか。コマのところを上から持った方が動かしやすい。こうですね。まあ1センチくらい前後させても大丈夫。楽しいですね。まだまだいっていい。垂直に。大事な作業ですね、これ。結構ガシガシやってるけど大丈夫か、これ。あ、削れてる。こっちに向けてやろうか。タイヤをくっつけながら、ここをやっぱくっつけながらタイヤ、こタイヤをあ、このタイヤがあったタイヤって全然いいけど、ここにタイヤがありました。これでコロ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 よく考えてくればそうすると垂直になるんで攻撃しましたよねあ、そっか、タイヤってこれだなとか思ってたけどここじゃなかった。自分についてたタイヤね、タイヤを設置させながら、そう、あ、そうあー、タイヤずーっと見てた。どこを削ってたんでしょうか。これは結構楽しいですね。タイヤってそういう意味か。結構削れてない。もっとやっていいんだ。できました。いい感じです。なんか足に角度がつきました。はい、次はですね、この駒がまだまだ厚さがあるので、こういうのにセットしてまた出ました。このカンナで削っていきたいと思います。削れてる気が全くしないですね。あー、先生、これまた私はスランプなのかな難しいですね、こんな細かいの。慣れるまではちょっと削っといてほしかったな。もうキットの人もちょっと親切にしてほしい。これって薄い方が音が鳴るんですか？薄い方が反応良くなりますね。ただ薄すぎてもちょっと反応が良すぎて扱いにくくなるんで。はい、ちょっとヤスリにチェンジ。ヤスリでこうやってこういう感じでね。あ、これはいいですね、本当に。わさびみたいですね。方向ありますか？そんな方向ないです。出来上がり。ああ、こういう感じですよ。加工前のがこんな感じだったらこんな感じです。ちょっと薄めです。できたー。皆さん見てください、こまがなったはい、ということで今日はペグをつけてコマを削って楽器にこう合うようにしたっていうところまでやりました。次回のセットアップはついに最終章です。お楽しみに。今日もありがとうございました。チャンネル登録お願いします。